皆さんこんにちは。さあ今日はですね、久しぶりにうちのチャンネルで扱うデジタルガジェット関係、これをね紹介していきます。いやー、ここ最近本当に暑いですね。皆さんの、お住まいの地域は大体何度くらいですかね。大体30度とかね、まあひどいところだと36度超えてる地域もありますけども、そういった暑いね夏にぴったりなデジタルガジェット、こちらです。ソニーレオンポケット5を紹介します。はい、ということでね、何やら小難しい、名前が出てきましたけども、ウェアラブルサーモデバイスって書いてますけども、まあ身につけるクーラーとかエアコンみたいなもんでしょうかね。こういった形のね、ものを紹介します。でこれなんですが、実はですね、もう購入してから、約1ヶ月半がっちり使い込んできたので、まあ今日ですね、この商品の紹介と実際ね、数ヶ月使ってどうだったかって話やっていきます。それじゃあカメラ切り替えて詳しく見ていきましょうか。さあ、それではパッケージを開けますと、中にはこういったものが入っていました。詳しく見ていきましょうか。まずはこちらがレオンポケット5本体ですね。外装はそうですね、かなりプラスチックを多用していますが、マットな質感なので触ってもこう指紋とかは一切つかない感じになっています。で横の方に電源ボタンといいますか、待機ボタンと、あと充電用の USB Type C のポート、裏の方はこんな感じになっています。で、まあ、ちょっとこの辺に関しては詳しく解説していきますけども、で、首に当てる部分とかも、これも全部柔らかいプラスチックですね。かなり弾力性があります。で、ここの、空気が出てくる部分とかも柔らかいプラスチックですので、そうですね、全体的になかなか、身につけてもね、まあ、おかしくない感じのデザインになっています。で、これが充電用の USB の、ケーブルですね。タイプ A とタイプ C になってます。もうタイプ C の部分が LG になった方がいいですよね。こんな風にこう充電するんでね、こう端子にこう負荷がかかりにくいというか、かなりスマートな感じで充電することができます。あとはエアフローパーツの台が一つと、あとこのセンサー系ですね、これが一つ入っていました。このセンサーはね、別売りでもあるんですが、今回セットのやつを買いました。最後は説明書や保証書ですね。で説明書に関してはかなり細かく、書いておりまして、こう使い方ですね。こういったものが、しっかり日本語で書いていますので、初めてこういった製品使う方は一度目を通してください。こうね、エアフローパーツか、これを外し方とかも全部書いているので、はい。初めて使う方は一回目を通してください。はい。といった感じで、中に入っているものは非常に、簡単なものですね。で、このレオンポケット5、多分この動画見てる方でしたら、これ何に使うのかで大体わかるかとは思うんですけども、これを体に装着しまして、これがね、首の後ろにこの金属部分の、これが当たりまして、ここが冷えたり温まったりすることによって、まあ、体温の調節を、まあ、補助してくれるといいますか、そういったものになっています。まあ、ざっくり言えば電気で動く冷えピタってところでしょうか。まあ、冷えピタが直接熱を奪うかどうかはわからないんですが、これはね、直接金属なんで、この部分からこう皮膚と当たって熱を吸い取るって形になっています。では続きまして、このレオンポケット5、実際使ってみましょう。で、これなんですが、これ単体で使うというよりかも、スマートフォンのアプリですね。レオンポケットというスマホアプリ。iOS でも Android でもありますので、まずはそれをね、ちょっと検索してみてください。で、アプリを起動しますと、こんな感じに機器の登録になります。で、この本体の横のボタン、ここにね、ボタンがありまして、これをピッと押しますと、今がチカチカッと光りまして、青く点滅が始まりました。それが点滅を始めたら、次へ押すと、機器を登録します。あ、登録が完了しました。はい、これでもうすぐ使うことができるんですが、もう一個、今回このタグもありまして、このタグも登録しちゃいましょう。これなんですが、設定画面の、タグの機器登録、これかな？これを押します。で、そうすると、今度タグのこの横、ここにボタンがありまして、これを軽く押して、点滅状態にします。あ、今光りましたね。はい。チカチカしてます。で、チカチカした状態で登録すると、はい。登録しますかとので、はい。と押すと、はい。タグの登録も完了しました。これでもう全部使うことができる状態です。で、現在、クールって画面で書いてますよね。今、この状態でオフになっています。ここで1を押すと、はい。今、ここからちょっと空気がヒューンってね、抜ける音がして、これわかりますかね？ちょっと冷たく、なってるんですよ。ちょっと分かりづらいから一気に4まで上げますか。ぐーっと上げると、あ、明らかにこれ見えます。ちょっとほら、触った部分白くなりましたよね。僕の体温はこれよりかもはるかに高いので、ちょっと結露っぽい感じで、ほら分かります、
ここの部分白く残ってますよね。一気にここまで上げますか。ここまで上げてぐーっと触るとほら、もうこの部分がかなり冷えてるのがわかります。今ねこう触ってますがめちゃくちゃ冷たいですね。まあ、いわゆるこうペルチェ素子って言われているものですが、これがここに入っていまして、まあ電気のなんかこの流れで温度を調節するものはここに入ってるみたいですね。で排熱がここから出てきます。このね排熱なんですがちょっとあったかいですね。はい、こう下から吸って上から吐くような感じですね。はい、これわかるでしょうか。めちゃくちゃ冷たいです。ただ冷たいと言っても何でしょうね、あの本当キンキンにこう結露するほど冷たいっていう感じではなくて、そうこの今マックスの5にしてますけども、5にするとそうですね、あの冷たく絞ったタオルを首から巻いて一番気持ちいいって感じる時が長続きするっていう感じです。うん、でもかなり冷たいことは事実ですね。本当はねここでなんかサーモカメラとか持ってればこのくらい冷えてますよって話ができるんですが、すいませんちょっと分かりづらいんですけども、今回は僕が手で触ってはいこんな感じになりますよってことをね見せています。でこれはもちろんクールだけではなくて温めることもできます。はい、ウォームですね。ちょっと今の時期は全くね使い道はないんですが、これから冬とかなってくるとこれはもしかしたらかなりね使えるかもしれません。あ、今ねウォームにしたんですが、もう明らかにこの部分の温度が変わりました。一気に3に上げてみますか。はい、今3にしました。これどうですかね、わかるかな。この温めるのはちょっとわかりづらいです。今4にしましたけども、これ明らかにね熱い、まあそのやけどするほどチンチンに熱くはなってませんけども、あの回路を当ててる感じ、うん、あの回路のね一番いいタイミングっていうのが温まっていい感じの熱が今ずっとこう手に伝わってます。あ、こっちの方がわかりやすいですね。冷たいのってなかなかこうずっと触ってると、ね、ちょっと感じにくくなってますけども、あったかいのはやっぱこう分かりますね、明らかにね。はい、すごくねここがねポカポカしてる状態です。もう今の時期こんなもんね首からつけね、あの下げたらすごい熱でねあの熱中症になっちゃいそうですけども、はい、冬はすごく良さそうですといった感じで、こう冷たいと温かいをこのアプリで切り替えることができます。でさらにこのタグ、はい、さっきこう登録したタグがあるじゃないですか。このタグの中には温度センサーや湿度センサーが入っていまして、このタグから得た情報をアプリに送信して、そしてその情報をこのレオンポケット5に送って自動的にその温度を調節することができます。さっきまではこうウォームとかクールとか自分で数字入れてましたけども、こんな感じでこうターゲット温度ってやつに自動的にレオンポケットが温度が下がってくれます。でこのターゲット温度なんですが、オプション画面でこう切り替えすることができます。はい、オプションでここですね、好みの温度、まあ、少し冷ため、普通、ぬるめみたいな感じである程度段階をね、設定することができます。でこれ今クールですけど、ウォームもどちらも設定できます。まあ、今は夏なんで、クールにしますか。ちょっと今回は少し冷ために設定するとターゲット温度が、結構下がりましたよね。このタグが周りの温度や湿度を自動的に検出して、いい感じにねこのレオンポケットの温度を保ってくれます。うん、いいですね。今ちょうど部屋の温度は27度、湿度は 53% ということで、ちょっと部屋の中は暑いですね。なので、いい感じにこの、この皮膚に当たる部分が冷えています。でちょっと説明がね前後しちゃいました。このクールのところにウェーブって項目が出るんですよ。このウェーブをタップするとどうなるかというと、数十秒今これね冷えた状態で、で数十秒経つと今度はこの、クールが自動的にオフになって、少しねこの、金属の当たる部分、この部分がですねちょっと温まります。でまた少ししたら、再度冷えてってことを繰り返して、あったかいと冷えるをずっと繰り返すんですよね。でなんでこんな風なものが必要なるかと言いますと、まあ、ずっとねこの金属のこのアップ部分を体に当ててると、最初は冷たいんですが、やっぱ人間慣れてしまうもんで、最初はね3とか4でも冷たいなって思ったものがだんだん感じにくくなってしまいます。でそういったことがないようにこのウェーブをオンにすると、まあ自動的にこの冷たいあったかいを繰り返して体が慣れるっていうのを防ぐことができます。ただこれに関しては正直僕はねあんまり効果感じなかったんで、正直オフでいいと思います。はい、まあこれはちょっと人によって感受性というか感じ方は全然違うんで、これがいいっていう人もいますけども、僕は正直ね今回1ヶ月半ずっと使いましたけども、あんまり効果は感じなかったですね。もうずっとこの4か5で使っていました。でちなみにこのレオンポケット5、こんな感じで、モバイルバッテリーにつなぎますと、さっきまでクールには4しかなかったものが5プラスが追加されました。この5プラスはですねすっごい冷たくなりますね。すごく冷たくなるんですが、これ聞こえます
ものすごい排熱、排熱の音ですね。こうファンがもう多分全開で回っていて、まあ、結構うるさいんですけども、はい、ものすごく冷たいです。これに関しては、ちょっと長い時間やらない方がいいかなって思えるくらいに、はい、とってもね、冷え冷えですね。キンキンに冷えています。ただし、とてつもなく、ファンの音がうるさい上に、これ有線になってしまうので、これはどうなんでしょう。実用的かどうかは微妙なんですが、まあ、部屋とかで使う分にはこれちょっといいかもしれないですね。はい、この Go プラスっていうね、もう一番冷えるモードを使うことができます。クールの方は5プラスまでありましたが、ウォームの方は4までしかありません。まあ、これは安全を考えれば、うん、そうですね、この4まででいいと思います。4でも相当暖かくなりますからね。で、これファンも、今回これマニュアルで切り替えることができます。はい、3にするとめちゃくちゃうるさいですね。ただ、これに関しては、正直自動的に、ファンね、この状況に合わせて回ってくれるので、別にこれはオフにして自動でいいと思います。で、今回このタグを、買っているので、これもですね、一応クールで自分で設定もできるんですが、このウォーム、クールを自動で切り替えるスマート、これがね、なんか個人的に一番使いやすいかなと思います。で、こんな感じで、こう、部屋の温度とか湿度が最適な場合は、自動的に電源が切れて省エネモードになりますから、バッテリーの持ちもね、このスマートの方がいいですね。といった感じで使い方はこんなもんでいいですかね。で、オプション画面なんですが、はい、ここにオートスタート、ストップってありますが、これはね、オンにした方がいいですね。これオンにすると、このレオンポケットを身につけると自動的に電源が入って、外すと自動的に電源がオフになります。で、このレオンポケットなんですが、電源を切るっていうボタンはありません。最初この横のボタン、これちょっとね、解説しましたけども、これはあくまでペアリングのためにしか使わないので、一回ペアリングしてしまえば以降このボタン使うことはありませんでした。で、基本的に外すと自動的にオフになって、つけるとオンになるっていう感じになるので、このオートスタートとストップはこれは、オンにした方がいいと思います。で、次、クイック起動ですね。まあ、さっきはこのボタン使わないって言いましたが、このクイック起動の時ですね、アプリを使わずにこの本体側面のボタン、約2秒間押すだけでクールとウォームを、開始することができます。で、その時の挙動をこう設定することができます。で、前回の動作モード、このレオンポケットが前回動作したモードで起動するってこともできますし、こんな感じでスマート、クール、ウォームとかこの、切り替えですね。こういったこともできます。で、他にも、マニュアルモードとかマイモード、こういったものもね、このクイック起動に設定することができます。で、このマイモードなんですが、これを、ちょっとオンに、しますと、ここ。さっきまではなかったマイモードで項目が追加されましたよね。で、このマイモードなんですが、このスタミナクールにすると、こんな感じで5秒間こうレベル1になって、はい、オフになったら20秒。で、また20秒後にクールのレベル1がって感じで、ひたすらオンとオフを繰り返すことでバッテリーを持たせるっていうモードになります。それ以外にも、こう家で使うモードとかね、まあ、初めからこれプリセットされていますけども、こういったものもありますし、このカスタムモード、これはですね、このウォームとクールの時間ですね、こういったものを全部自分で設定することができます。他にもなんかこうゴルフのモードとかありますね。なんか面白いですね。はい。ゴルフ日中、こう8時間動くのかな、まあ、バッテリーが持ってもいいんですけども、はい。あ、説明にも書いてますが、モバイルバッテリーを接続しながら使えっていうんですね。結構これ有線で使うのは難しいかもしれないですけども、なんかケーブルが体にちょっと絡まりそうですが。はい、これがマイモードになります。はい、ということでレオンポケット5の使い方解説してきましたが、どうだったでしょうか。で、次にですね、装着感と使ってでどうだったかって感想を一緒に言っていきます。まず装着感なんですが、今ですね、僕こう T シャツを着ていまして、はい、首の方につけています。これどうです、見えますかね。装着するとこんな感じな見た目になります。少しね、首元がこうこんもりすると言いますが、はい、こんな感じになります。で、こさっきも言いましたが、こ下から吸い込んで上から排熱するので、このね、首の部分に少しね、熱い空気が当たってしまいますね。この首元はね、この金属の、ね、プレートが当たって、で、ここが冷えて確かに涼しいんですけども、この首の上からちょっと熱風が当たる場合があるので、これに関してはね、もうちょいなんとかなんないのかなと。で、さっき付属品で紹介しました、こう長いこのエアダクトといいますか、この風の通るこのパーツですね、これをねつければ多少は、よくはなります。はい、この部分は結構柔らかいんですぐ取り外すことができます。こんな感じでちょっと長くなりました。これでつけてみると、
こんな感じの見た目になりますね。もう明らかになんか首になんかついてるのがわかりますよね。で、本来これは、ワイシャツとか襟の長い服ですよね。こう、ちょっとフォーマルな服装の時には、こう長いパーツを使って、今みたいにこう T シャツ、ラフな格好の時は短いやつを使ってくださいって書いてるんですが、正直ね、この空気の流れを考えると、この長いやつの方が、うん、多少マシでしたね。まあ、劇的にこの2つ付け加えたからが変わるかって言ったら微妙かもしれませんが、まあ個人的にはこの長いダクトの方が多少は、うん、良かったかなっていう、感じです。で、次に一番皆さんがね、知りたいであろう、この商品は買いかどうかって話なんですが、これはですね、結構環境によって変わると思います。もし外の気温が26度、25度くらいだったら、別にこれあってもなくてもそんなにね変わりはありません。ただもし外の気温が30度を超えるような猛暑の中だと、これはね、首にあるだけで結構ね、快適に過ごすことができました。というのも、こういったハンディ扇風機ありますよね。この風でこうブーッとこう当て勝手に当たるやつ、まあ、結構いろんなもの販売されていますが、こういった直接風を当てて温度を下げるものではなくて、こう金属プレートがここについて熱を、吸うものなので、なんかつけていても、ああ涼しいなって感じるかってはちょっと微妙なんですよね。特に室内とかだったらあんまり、うん、なんかこれ効果あるのかなみたいな感じがあるんですが、本当に今回 の東京旅行でこれちょっと持ってって、めちゃくちゃ暑い環境、なんか35度くらいの環境でこれ首につけた時にはかなりね、差を感じることができました。なのですっごい炎天下の中で使うんであれば、僕はありじゃないかなと思います。逆にもうあと1ヶ月2ヶ月ですかね、すればそろそろ気温もね多分落ち着いてくるのかどうかちょっと分かりませんけど、まあ少なくとも僕の住んでるところでは、まあ、あと1ヶ月もすればね、だいぶ気温が下がってくるので、そうなってしまうとこれよりかもこのハンディファンの方がこう広い面で風をバーッと当てることが、まあ、できるんで、多分こっちの方がね快適っていうか、こうなんでしょうね、こう汗がこうなキカキカっていうか、はい、それが促されるんで快適だと思います。ただこのハンディファンも確か30何度超えると、まあ、熱風がね吹いてきて余計か熱中症になってしまうって話を聞いたことがあるので、そういった過酷な環境ではこのレオンポケット、はい、いいんではないでしょうか。で、さらにこのレオンポケットタグとスマートフォンを連携させる、これすごく良かったですね。このねタグを胸にポケットにつけて東京都内歩いてたんですけども、まあ、すごい冷房の効いてる電車の中では自動的にこのタグで温度がね計測されて、まあ、電源がオフになって、逆にものすごいあの炎天下の中出た時にはあの一番、冷房が強いモードになりました、まあ、そういったことを繰り返してね、この自動的にできるんで、このタグはあった方が、はい、いいと思います。と、ここまでですね、このレオンポケット5、いいところも語ってきましたが、まあ、1ヶ月半使いまして、ちょっとこれはっていうところもいくつか見えてきましたので、そこまで解説していきます。まずね、一番大きい問題が、この首の後ろに当たるってところですね。こんな風にね、この首の後ろが常時、こう、こんもりした状態になってしまうので、こういったバックパックと相性がめちゃくちゃ悪いです。ちょっと背負ってみますね。リュックを背負うとこんな感じ。このね、レオンポケットがこのリュックのこの背面の部分、こことね、干渉して、なんかいつもずれるんですよ。で、ずれるだけならいいんですけども、ぐっとリュックをこうね、物が入って、こうチェストスラップ締めたりすると、このレオンポケットがぐーっと圧迫されて、この首がめちゃくちゃ痛いです。はい。あの、バックパックとの相性はね、このレオンポケット5最悪ですね。まあ、今回ちょっとこのミステリーランチのバックパックなんで、ちょっとこのね、背中に当たる部分、このヨークの部分はあのプラスチックの板なんで、それがちょっと悪いかもしれないですけども、まあ、正直多分これじゃなかったとしてもこの首の部分と干渉はしてしまうので、ちょっとねリュックと使うのはやめた方が、はい、いいです。でもう一つがちょっとこれ見せてもいいのかな、はい、ちょっとこれ見せますね。 あまり綺麗なもんじゃないですけども、はい、こんな感じでね、こう結露っていうんですかね、別に僕は汗かいてないんですけども、この首の後ろの温度とレオンポケットのこの、ね、こう金属の部分は温度がめちゃくちゃ違うんで、こんな風にね結露みたいに出ちゃうんですよ。これが結構不愉快、うん、すごく嫌ですね。まあちょっと適時外してちょっと拭いたりすればいいんですけども、結構めんどくさいっていうかね、はい、こんな感じで、ね、この金属のプレートが常時首に当たるんで、あまりね快適っていうか、その、うん、動いてる間はいいんですけども、ちょっと気づくとなんかこう
うんっていう、はい、痛いっていうかね、ちょっと硬いですからね、うん、金属プレートが首に当たり続けるっていう不快感、はい、これは結構ねありました。でこれも さっきも言いましたけども、この金属のプレートでこう熱を奪うものなんで、扇風機と違って面で冷やすことはできません。あくまでこの部分だけが冷えて、あ、なんか首にこう冷たいものが当たってるなっていう感じがずっと持続するだけなんで、劇的に体温を下げたりとかそういったことはできないので、そこはちょっと人によっては微妙かもしれませんね。暑がりの人とかはちょっと向いてないかもしれません。で最後バッテリーの持ちですね。でこのレオンポケット5なんですが、この、レオンタグですね、これと連携して動くのはいいんですけども、当然熱い炎天下になりますと、まあ、常時フルパワーで、回ってしまいます。その場合はだいたいね3時間ないし4時間ぐらいしか持ちませんでしたね。今回羽田空港からこれをつけてで東京都内まで行って少し予定を終わらせて、午前中お昼前にはこいつのバッテリー空になってしまったんで、そうですね4時間5時間くらいですか。もう環境によってはこれよりかもさらに短くなってしまうこともありますし、まあ逆にねそんな暑くない環境だったらもうちょっと長くなるかもしれませんが、だいたい4時間から5時間の間と考えた方がいいかもしれません。はい、ということでレオンポケット5、いいところ悪いところ語ってきましたがどうだったでしょうか。総評としましてはすごく未来を感じさせるデジタルガジェットかなと思いました。なんか昔ねSF 映画でなんかこういうものが出てきて、でこれをこう首につけて体温調節を手助けするっていう、なんか見たことあるんですよね、なんかね、はい、そういったものがいよいよ現実のものとなったのかなと、うん、まあただ蓋を開けてみればなんかこうね冷えピタがずっと冷えないみたいなそんな感じだったんで、あんまりこう劇的な効果を生むものではないんですけども、うん、そうですね、今はまだこうなんだろう、本当にちょっとこの部分の温度だけ下げるっていうもんなんですが、将来的にはなんかよりね、なんだろう、こう風も吹いてね、この顔の周り全部冷やすみたいな、この首の血管とかも全部冷やすみたいなものがもしかしたら出てくるかもしれませんが、まあ、今のところまだね、ちょっと電気で動くすごい冷えピタっていう感じが、僕の中ではあります。うん、まあでも室内とかでもね結構これ使えると思います。例えば人によって結構温度の感じ方って違うじゃないですか。すごい今の温度がいいっていう人もいれば、いやちょっと暑すぎるなとか、いやちょっと寒すぎるなって人はこれをつけてこう微調整すれば、まあこの一定のねこの環境でもみんな同じような、快適性を得られるっていうところなので、まあもしかしたらこれは外に出て使うよりかもオフィスワークとかそういったものに、向いてるかもしれません。そして多分ね夏よりかも、秋とか冬の方がこれいいですね。うん、多分これが温まってくれた方がなんかね個人的にはありがたいかなって感じがします。少なくとも夏場はちょっと僕は不愉快というか、さっきも言いましたけど金属の部分がこうねこうべちゃべちゃになってしまうんで、ちょっとねあんまりこう快適なものではありませんでした。ただ本当炎天下の中でこれがあるととないとでは大きく違いますので、そういったところでねこう可能性を感じる方はぜひね購入検討してみてください、見てください。まあ、ちょっとあんま安いもんではないんですけども、あんまりこうめちゃくちゃおすすめってできるもんではないんですが、はい、ちょっとこうね未来のエアコンと言いますか、未来のウェアラブルサーモデバイス、はい、そういったものを体験したい方は、ぜひね購入検討してみてください。動画下の概要欄の方に詳しい URL 貼っておきますので、そちらでも見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様は何かの参考になれれば幸いです。で今後もですねこういった面白いデジタルガジェットありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。